マノッチです。よろしくお願いします。グランプリやっていきましょう。今日、新しい大会が出ているのでその初戦を取ります。でその前にスカウトで、シルバーは1枚手に入れたかな。とりあえずあと今まず、コメント読んでそれから、スカウト引いてって感じでやっていきます。さよならの場面の代打迷わず音沢か行くあたり好き。あのねちょっと自分でやっててルーキーズカップとかやってた時に音沢かスタメンで使ってみたの。ゴリッゴリ打つからマジちょっと引くほど打ってたわ。ちょっと今日本番で使いましょう音沢選手。ショート取るべき。なるほどと思いましたね。ありがとうございます。この後のスカウトでまぁ、ちょっと内野手とか狙っていってみましょうか。親が熱中症になりました。気をつけないとですね。そうだね、もう家の中でも全然なるしね。いつどこで誰がなるか分かんないからね、ほんと気をつけないとだね。一時期動画見てなかったので分からないんですがエンディングがなくなったらなぜですか。ウームやめたのがきっかけかな。どうしてもグッズ販売とかのやつもエンディングに差し込んでたし、で新しいの作るのなんかめんどくせえなーみたいな。作りたいは作りたいんですけども、まだなんかその気分でもないというかという感じで、なくなっております。よし、じゃあまずスカウトチケットシルバー手に入れてるんですよね。じゃあ4人取りましょうか。シルバーチケットとお金で、計4人取りましょう。はい、あ、いいんじゃないですか。いやー外野手多いなまあ一応ショートは今藤田和也選手がまあできはするからね。とりあえず、内野手いきましょうか。ある意味ちょうど良かったかもね。シルバーで外野手でここ内野手迷わずいけるでしょ。ショー、あ、いいんじゃない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 、若手。ってかやばい、大城選手も入れたい。ちょっと待って、キャッチャーどうしようかな。ゲームの仕様的にね2人でいいと思ってんだよね。あ、そう、トレードができるようになって、伊藤大海選手、ゲットしました。でその中でいなくなった選手も何人かいます。ちょっと どうしようか。使いたいね。いや戸柱選手かな、外すなら戸柱選手、光さんの2人かな。能力こんなもんなの。もうちょっと高いと思ってた。ちょっと使いにくいな。こんな感じかな。で、ショートいきましょうか。小深くんちょっと育てたいですよね。2年目。あ、それも26か。うん、まあ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 いいんじゃないですか。まあちょっと、試合に入るときにまた改めてオーダーいじりましょうか。いや、やりましたねショートね、当たりましたね。グランプリの、はい、ルーキークリアして新しいのがこれですね。レギュラーグランプリ、はい、3試合か、6イニングね。はいはい、 7500SC はちょっとゲットしたいですね。いやカップ戦ねちょっとやってたんだけども勝てる気がしなかった。ちょっとレベル的にきついのかなというか、相手の上か。ちょっとアイテムは持っていこうか。15年目以上の選手、荒木選手は、いや15年も経ってないわ、経ってないべ。まずこれやろうか。相手投手の能力ダウン、こういう汚いことやっていこう。頼れるクリーンアップ、はい、どうする取っとく、どうしよう使っていいのかな。言っても初戦だべ。多分まあこの後俺決勝とか、まあ、動画撮ってない時にやるからその時使うかな。これでいいわ。はい、あーごめんなさい、使ったばっかだから今日出番ないわ。よぞくん
さあ野手どうしましょうか。ちょっとスタミナのこともあ、スタミナまあビシエド選手ぐらいかちょっとなんか引っかかるなっていうのは、まあこの2人確定だよね。ちょっと使いですね。荒木選手は何年目、12か。ちょっと音サーカー行きたいですね。板山くんセカンドにして、ちょっと藤田和也選手外します。オトサーカー2番めっちゃ打つからやべえから。荒木選手9番こんな感じでいきましょうか。オトサーカーのスタメンマジやべえよ。あーなんかうちのボーナスも増えたな、だいぶ増えた気がする。多分動画撮ってない時に2試合やったのかな。多分2試合でね7安打ぐらいしてるわすっげー打ってるからマジで。オトサーカーはねミートに徹するに相性がいい。なんだ今の相手の監督かなんか日に焼けた伊藤選手みたいな顔してたけど。よーし頑張ってこい。プレイボール。いいですよ。バッターボックスには指名打者の中川。うわー中川選手とかも惜しいけどな。てか何年目なんだ中川選手って。そしてキャッチャーは大城。このバッテリー分かりにくい選手だな。ずっと昔から名前見てるようで最近よく見る名前のようで。この回西さん、はい、柳町が打席に入ります。相手を0点。まず柳町くん何とか塁出ようや。打ちました。いいよ見てて。音坂の実力。バッターは音坂。まあ状況的にはエンドランを仕掛けてもいいかもしれない。打ちました。高い打球右中間へ。うん。まあなんかツーストライクになった時点でね。なんか察しはしたけどね。よく三振しなかったなと思ったぐらいだと。ツーアウトになりました。本番に弱いタイプかな。音坂は。バッターは DH ビシエド。やっぱカメラ回ってないとマルチ安打とかするよね。まあ、結局彼の場合は回ってたんだけど、やたらとスローモだったな。さあ頑張れ。いやあれですね、徐々にこう相手の能力も上がってきてる感じはしますね。ミート D がらへんが当たり前になってきたというか、ちょっと怖いですね。インコース打ちました。いい当たり。これはどうだ。もしかしたらだけどレギュラーグランプリに進むにはまだちょっと早い段階だったのかな。ランナーを一塁に置いています。引っ張った。ライン際打球が伸びる。フェアか。そしてバッターボックスには今川が入ります。さあ先制を防げるかという場面。まあ先制がかかってますし理想ゲッツーですよね。ここはゲッツーを取りたい場面です。まあ三振で OK。 全然 OK。 全然 OK。 ツーアウトよ。若林選手見とるかんね。打ちました。高いバウンド。オッケー。先制のチャンスがあったジャイアンツ。さあ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 マルテ選手。マルテ選手も動画撮ってない時結構大活躍してました。高め打ちました。これはどうか。よかした。打順は6番板山。送ります。ヒットでランナーを一塁に置いています。板山くんがねやばいぐらい使いやすい。送ります。どうまい。ユーティリティ性あるし、まあバントっていう小技もいけるし長打力もあるしすごい使いやすいですね。大城選手なんてキャッチャーとして当たり枠な気するけどな。中地。さあそして打席には荒木が入っています。これも行こうか。先制のチャンスです。まあやはり先制することは大事なんで先手を取りたいですね。なるほど。引っ張った。高い打球で。どうまい。例えば荒木選手は動画撮ってないときホームラン1本ぶちかましました。ジャイアンツの攻撃。バッターは9番に入っている海老名。タイガース得点に動きはありません。0対0です。はい。次の動画なんですけども、高めのボール打ちました。打球はレフトへ。まあ何らかのカップ戦か新しいグランプリかってところの初戦になると思います。ライアフライに打ち取られています。インコース詰まりました。この回ジャイアンツ三者凡退です。やっぱなんか初戦を取るってことにこだわらない限りは
毎回ガチャができないんですよね。タイガース打順よく1番から始まります。バッターは柳町、先ほどよく見極めました。いいんじゃないですか。ノーアウトから先制のランナーを出していきます。落とさーか、小技聞かそう。いや、エンドランでいこう。バント警戒し、バントやんなくてよかったね。ファーストランナーヒットエンドラン。いやー打てないね。打席には3番バッター近藤、先ほどの打席最後は空振り三振で打てています。前の打席はちょっとタイミング合ってなかったですよね。ここは打ちました。よし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 、行きますか。ここが勝負、使っちゃいましょうか。ここで声をかけました。なんだってプラチナ選手、頼むぜ。ここは釣り球をしっかり見極めたいですね。センターへ持っていく。まあまあまあ、満塁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 、ちゃんと繋がったんで、ここが大事。チャンスマイナス、バーサスはめれば一番でかいんだけど、ちょっと自信がない。マルテが入っています。積極ゲッツは避けてほしいな。板山君には回したい。守備で来てますから。いいんじゃないか。ああ。さあ、そしてバッターボックスには板山が入ります。ここはいいバッターが続きますからチャンスですね。さあ、ツーアウトにはなりましたが、なおもチャンスは続き満塁としています。空振り三振、タイムリーとはいきませんでした。攻め切ることができませんでした。今更に思うかもしれないけども、だいぶ自分のチーム事情というかメンツというか、何ができてできないかというか、そこら辺はだいぶ把握してきました。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここはさっきの勝負だ。ライト方向を流しました。いや、いいですね、与座君。バッターボックスは5番内川。前の打席チェンジアップを打たれたんでね、それを踏まえて打ちました。いや、いいですよ、もう1イニング全然いけるじゃないですか。見ていけ。3人で攻撃を終えています。ちょっと出てほしいですな。盗塁とかやってみたいですな。盗塁の攻撃になります。ポールはどうなんだ、小深田君って。先ほどの打席はレフトフライに倒れています。打ちました。おっし、バッターボックス大城。まあ、先ほどのヒットはいい当たりでしたね。頑張れ、はい、今日はバットが触れてると思いますよ。期待しましょう。おっし、塁出てほしいですな。打ちました。これはどうだ、どまい。まあまあまあ、次、柳町君からでしょう。1番から始まるが、次に1点2点取って、6回どうにかして抑えて、はい、勝ち終わりっていうパターンが理想ですね。バッターボックスには代打の安田。安田くんか。今グラフィック見ても全く誰だと思った、本当分からなかった。い、安田くん使いたい。いいな、安田くんや。この回ジャイアンツ三者凡退です。0対0、両チームまだ。さあ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 、柳町くん塁に出ようじゃないか。これから5回の裏、タイガース打順よく1番から始まります。柳町がバッターボックスに入る。いいよ、見極めました。フォアボールです。出塁率 100% とかじゃない、もしかし、ね、もしかしなくてもヒット1本、フォアボール 2個じゃない。バッターボックスには音坂。うわー、すごいね、さすがですね、素晴らしい1番バッター。音沢か、長打狙い。向こうがバント警戒することは分かってた。コントロールがいいぞ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 、ね、チャンスですよ。はい、そうですよね。いや、かやる気ないでしょ、絶対やる気ないでしょ。やる気はして、相手ピッチャーの乱れからチャンスを作っています。相手が制球を乱していますから、こういう時は狙い目ですよ、はい、さあタイガース一打先制のチャンスです。よっしゃ、帰れるでしょ、1人。オッケー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 、ナバチェ。いいですよいいですよいいですよ、理想の点の取り方じゃないですか。武田翔太選手ここで出てくるんだ。ビシエドが入っています。さあ、なおもチャンスの場面。まあ、この流れで追加点を打てますよ、全然いきますよ。なるほど、そうですよね。ナバチ、いいね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 。タイガース追加点を挙げました。絶対日に焼けた糸井選手だよな。ダイソーヒット1本で返すぞ、このままここ4点目取るぞ。5番マルテ、タイガースこの回3点を入れています。はい、さあ、ついに得点を奪ってなおもリードを広げるチャンスです。いけ、まあ、このままここもしっかりつないで、いいねいいねいいね、いや、そうですね、いくか、ランナーがいると、ね、バザス欲が出るんですよね。ミート C、 悪くはないぞ。ここで
思ったよりちっちゃい思ったよりちっちゃいぞ。ここ惜しい。警察だけは避けたい。おい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 、おい、かすっててよかったね。いやーノーアウト満塁、満塁持ちでチャンスマイナス、あちょっと取っとくわ、もう、守備に回すわ。なんか6ぐらい、6も使わないかな、はい、微妙だけど、はい、おいけないバッチ、はい、いいですいいですいいです、さあこのチャンスでバッター、これも押し出しありますよきっと。おいけ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 、いいですね。これいっぱい点数取ったらコールドとかないのかな。武田翔太選手やばいし、ここも押し出しだったらこれはやばいですよ。もうどうしようもない時だよね、うん、変えるしかないね。さあ柳町くん、今日柳町くんやばいわ。音坂がちょっと指示出すわ。長打狙いだ、ホームランしか狙わないだ。有利インサイド打ち上げました、左中間に上がった。音坂このイニング初のアウトカウントだよ、おめでとう。いやーこんなになんかいい感じに点取れるとは思いませんでしたね。アイテム効果なのかな、ちょっと分かんないですね、それがね、アイテム効果なのか何なのかっていうのが。いやまさかバッターボックス立つとなかった。いいんじゃない、ないわっちないわっち、コールドとかはないのか、あってくれてもいいのにね。もしコールドとかがあるのであればさ、なんかそれなりな大会に出てさ、レベル高い状態でで、もうボタン連打でやってで勝てるぐらいの感じにしてさ、で SC 稼ぎとかできればすごい最高じゃない。打ちました。しかしこの回タイガースついに、ここだけだよね書いたのね。はい問題なし、完封しようや。これから6回、点差が大きく開いたビハインドの場面ですが、ジャイアンツは代打を送ります。バッターボックスには一応ねスタミナの心配もあるから、まあ6イニングといえどね、だからリリーフピッチャーちょっと休ませ、あーっ1枚休ませたいんですよね。現在のピッチャーコーチャーキャンあったっけ。バッターボックスは2番中川、まあ当然ですけど、ますね、こういう試合でもね手を抜かずしっかり締め、ここでこれはしょうがない。変化球打っていった。いや失点するまでは このままでしょうよ。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。引っ張った、変えますか。さすがにさすがにだな。バッターボックスは4番ジョーン、ごめん残り5の指示だけやらして、なんとかなりそうな気がしてきた。これで打たれたりランナー出たら変える。よし、このボール打った、これは上がりすぎ。しっかり指示出して、ストライク先行で、えい、お疲れさん、ナイピッチ。いやーこれはアイテム効果かもしれないですね。すごいですね、1イニング12点。与座君と日ハムのユニフォームだな、コンちゃんだな多分な。まあ、個人的には柳町くんですよ、えぐかったですよ。1番バッターとして100点だったんじゃないですか。はい、うん、まあこのレギュラーグランプリは、動画撮ってない時にやっておきます。この獲得アイテムちょっと内容が見たいな。成長、疲労、成長、若手の力、ああなるほど、よし、なんかカードとかはないか、カードあたりゲットしたかったですよね。はい、うん、じゃあ、終わりましょうか、終わりましょうか。次の動画できれば、明日アップはしたいんですけども、ちょっと進められるかどうかも分かんないんで、とりあえず次の動画は、何かしらの新しい大会の初戦かグランプリの初戦を撮ります。またスカウトしてからね。今日のスカウトはもう本当に当たりだったと思いますよ。まあまあの紙引きというかね。じゃあ終わり、バイバイ。